おはようございます。今ね6時50分ぐらい。車内結構寒いです。寝袋から体出して結構ひんやりする。13度ぐらいですかね。ちょっと寒くて動きが低速化しそうなんでヒーター入れます。ささっと朝ごはんを作ろうかなと思います。ピザトーストみたいなの作ろうと思うんですけど、昨日買った玉ねぎを薄くスライスして、ミニトマトの輪切りにルッコラを食べやすい大きさに切っておきます。パン、マヨをですね塗って、先ほど切った玉ねぎとトマト並べてチーズをかけます。これをね焼き上げるんですけど、トースターちゃんにね活躍してもらおうと思います。でチーズトーストモードみたいなやつがある。これを使ってみようかな。あ、そうだ、AC 入れてなかった。オンにしてひた3分ぐらいかなね。チーズトーストモード、甘くなってきました。めっちゃグツグツしてきてる。あ、焼けた、焼けました。じゃーん。これにあの切っといたルッコラの腹をちょっと乗せていただきます。うんうん、あ、うまっ。ごちそうさまでした。はい、準備が整いましたので出発しようかなと思います。今日はねここから御宿に向かいます。サーフィンをしようと思ってます。本宿、うんうん、そこまで混んでもないし、いい感じなのではないでしょうか。準備して海入ろうと思います。よし、行ってきまーす。おー、ちょっと温床気味なんですけれど、気持ちよかったです。気温はね、もうだいぶ高くなってますけど、水はやっぱりまだ冷たかったですね。海上がりのおやつでも食べようかと思って、お餅、昨日産直でゲットしました。これ、あんことか何も入ってない、ただのよもぎ餅です。何モードで焼きゃいいのかな？餅って どんな感じ？じわじわやる感じかな。ん？なんかぷくってなってきてる。おおおおお。来た。ほっかほかのお餅。うん。うんま。ここからね10分ぐらい海沿いの北上した場所に面白そうな岬があって、そっちの方のエリアには今まで行ったことがないのでチェックしに行ってみようと思います。そして雨が降ってきてしまいました。結構本格的に。あ、うわすげえ、見えてきてる気がするんだけど、前方に。もしかしてあれが私の目指している場所なのか。なんなんだこのでっかい石は。すごい景色。そこにねものすごい地層が見えてて切り立ってるんですよ。
この堤防のところにはね、釣りをしている人が何人か見えます。釣り場としてもいいところみたいです。日本三岩船地蔵村、岩船お地蔵様、下に降りていく階段がある。おー、75の神々の漂流地、すげえ。この地層のすぐ近くまで来た。足元気をつけつつ、ああ、さすがに下まで降りれないか。なるほど、なるほど。へえ、すごっ。なんか下に降りていけそうな場所があるんで、降りてみようと思います。ドローン今日忘れちゃったけど、ドローンあったらめっちゃすごい映像撮れそう。あ、でも雨だから無理なのか。遠浅みたいですね。海藻がなんかいっぱいある感じ。雨が本当に強くなってきました。着てたパーカーとかびしゃ濡れになって、いやーやばい。もう時間、いい時間なんで、お昼食べに行こうかなと思います。大原のイサバ屋さんっていうお店に来てみました。海鮮系が食べれるお店のようです。刺し盛りの上を定食でお願いします。刺し盛り上定食で、はい、いただきます。あー、美味しかったです。ごちそうさまでした。なかなかもう満喫したのでね、帰ろうと思います。帰りもフェリーで帰ります。なんかね、雨止んだ。もうさっき私が散策してた時が一番降ってた気がするんですけど、もう今降ってくれてもいいのにな。海食いんのか。おんこちゃんが、おんこがね、止まったの。とりあえず荷物をキャラバンに積み込んだぞ。何が起こったかというと、いきなり道の真ん中でね、赤信号になったから、まあ、停止するじゃん、停止線のところで。でそこで青になって、じゃあ発進しようって思ったら、いきなり動かなくなったの。エンジン止まった。エンジンも全部止まって、あれみたいな。え？ってなって、で、やばいやばいやばいってなってさ、なんか後ろからプップーみたいになって、で、やべやべってなって110番して、なんか超大焦りしまくってたら、ちょうどそこになんかパトカーが通りかかったよ。だからなんか、おはりさこっちみたいな感じで、止めて、そう、で、助けてもらった。そう、で、おまわりさんが交通整理してくれて、でその間に保険会社に連絡してレッカーを呼びました。そうで見てもらったら、なんかね、バッテリーが上がっていたんだけれども、車の発電機がおかしくなってて、その部品を変えないともう動けるようになりませんということで、整備工場に預けましたと。というのがこれまでの流れ。ほんと達夫来てくれてよかった。で俺ちょうど、うん、実家に帰ろうとしてた時に、うんうん、その連絡が来て、うん、急遽方向転換して千葉に来た。そうマジでよかったわこれ。よ
どうせならもう今日車中泊して釣りしてえなって思ったのここまで来たからにはね。そうそうそう、海君今相当メンタル疲れてるから。疲れてる。俺は釣りのワクワクの方が強い。いや海子マジヤバいよ。さっきだってさ、なんかコンビニに泊まった時にね、普通になんか知らん人の車の助手席開けてしまったの。それやばい。マジヤバいよね。ほんとごめんなさい。なんかあの似てる車、なんか似てる車いや、なんか似てる車があってで、なんか普通に普通の車があるけどやばい。あーと思ってガチャッと開けたらなんか運転手さん乗ってて、あっみたいになって、あっごめんなさいみたいな、マジでごめんなさい間違えましたみたいな。あってなって本当に良かったのがね、怪我とかしなくてよかった。そう、事故ったりとか、なんか誰かの車を傷つけたとか、人傷つけたとかはなかったから、それが良かった。それはそれが全てです。前にちょっと心当たりあったのが、バッテリーのランプがついてたんだよね、たまにね、うんうん、ただ運転すると消えて正常の状態に戻ってたから、なんか俺のウーファーの配線とかがなんか悪いのかなとか思って、後で余裕ある時にチェックしようと思ってたんだけど、ね、まさかこんなことが起こると。いやでも私もね、バッテリーのランプついてるの見たことある。でもなんか甘く見てた。甘く見てたね、うん、ちょっと本当反省です。その場で整備士さんにお願いしないといけないかな、うんうん、ちょっと今後その警告ランプには、うん、注意します。要注意です。回転寿司に来た。お腹減っちゃったから。寿司屋のお茶好きなんや。ピューッとな。ほら、お茶うまいし。すごい美味しそう。ヒラメ、ヒラマサ、スズキ、カツオ。いきますね。粒貝。はぁ。結構いってるね。結構いっちゃってますね。はい。サザエやりイカ、イカイサー1個くんね。いいよ、締めの納豆巻き。満腹。うまかったな。美味しかった。元気になった。さあ、お風呂行こう。お風呂近づいてきてるよ。久しぶりの里見の湯、うん、サウナもあるっけ。サウナもある。サウナとキンキンの水風呂もある。私はちょっと整えなきゃいけないんで、1セットだけちょっと入らせていただいてもよろしいか。そんな長いはしない。海入ったり運動したんでしょ。うん、海入った。サウナでスッキリした方がいい。うん。あと人の車に間違えてドアを開けたりもした。でも寿司食ってかなり元気になったよ。かなり元気になったよ、お寿司で。さっき人のドア開けた時にさ、あ、その車の主の人が今コメント来た。分かってた。本当ごめんなさい。本当にすみません。ガチで間違えてしまいました。ここはね、手ぶらでも来れる。うん、タオルセット付き。じゃあ、また。あ、気持ちよかった。意外と空いてた。お風呂も湯船貸し切りだったもん、うち湯。サウナもね、貸し切りだったよ。あ、そう。さーって、夜通しで釣りしよっかなあ、私は今日はもう疲れたよ。うん。私はもう。海子はもう寝るだけだな。海浦に着いた。釣り行こっかな。海子は寝る時間か。疲れたしな。疲れました。俺は全然疲れてないからね、今から本気出す。おやすみなさい。海子は寝ます。釣りは諦めて富浦の道の駅に移動してきました。ここで寝る今日は。でも全然眠くないからビール飲みたい。こんな時間になってた。そろそろ寝ますか。おやすみ。
すみなさい。おはよう。思ったんだけどさ、今日土曜日だからさ、神奈川行ってから鎌倉らへんが多分昼間大渋滞するから、なるべく早く出ようか。今まだ6時ぐらいだけど、ちょっとフェリーの時間調べる。もう外は明るいです。出発から20分ぐらいで金谷港に行ける。そうで、フェリーに乗って帰る。そう、たった今、うん、チャンネル登録者数が10万人になった。ありがとうございます。皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや嬉しいね。あ、嬉しい。うん、いやなんか感慨深い。まさかだよね、ここまで増えるとは思ってなかった、ね、全然思ってないよ。そんな最初とか、最初とか、ね、全く思ってない。千人イエーイみたいな感じだったけどね、うんうん、ここまで来ちゃうとびっくりびっくり。とりあえず今日は安全に家まで帰ることを目標に。そう、うん、すでに鎌倉渋滞し始めてる、うん、やばいね。今年はいろいろやりたいことが、毎年ではあるけどもやりたいことが多いですね。釣りをもっと上手くなって、サーフィンももっと上手くなって、サーフィン修行を再開したいなと思っててね。前やってたんだけど最近そうでやんなくなって、すごい毎回なんかどんどん下手になっていってる気がする。ベイコだって今回やったの超絶久しぶりだ。超絶久しぶり。雪山が去年は、ああダメだったね、行けなかったね。次のシーズンも行けるか怪しいけど、行ける限り行きたい。うん、私はまださ海外とか行ける雰囲気では全くないわけだけど、この海外行けない時間を利用して古典マヤ語をちょっとでも読めるようになる。この前さ、なんか、うん、ヒエログリフの読み解く勉強会みたいな。あ、それもやってた。ヒエログリフも気になるじゃん。だって小学生の頃考古学者になりたかった。ちゃんと勉強すればよかったわ、その時に言ってめっちゃ思う今さら。俺はね、魚類学者になりたい。さかなクン的な。さかなクンになりたい。Go.